おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3272です。はい、今回紹介するのはですね、前回前々回とね、サーティミーツシスターズの表情パーツをねやっていったということで、今回ねそちらのね第3弾的に出たやつ、これをね紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、サーティミーツシスターズオプションフェイスパーツ表情セット6カラー C ですね。これをやっていきたいと思います。で、前回前々回はカラー A とカラー B しかなかったんで、ようやっとカラー C が出たと。なのでルルチェとね、シアナ・アマルシア、これにね対応する感じになっておりますよと。で、まあ表はこんな感じになってまして、横がですねこんな感じで3種類ですね、こうなっておりますと。ただ眉毛の感じがですね完全にルルチェなので、シアナ・アマルシアに合うかと言われるとちょっと何とも言えない感じだと思いますけど、以上こんな感じで、裏がこうで反対側、そして上となっておりましたよと。はい、なので早速開けていきましょう。開けるのはねいつものこちらですね、ここのところをペリペリっと開けていきます。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。表情パーツに関しましては3種類でこんな感じで入ってきております。で、共通でねこの首元っていうかね、この辺のねパーツも入ってきておりましたよと。説明書に関しましては共通でね、箱の内側ですね、ここのところに印刷されております。で、今ちょっと思ったのは、まあカラー C って今回初立体化なんですね、表情パーツなので、ボリュームがちょっと足りないかなと。まあキャラクターですね、カラー C のキャラクターって今この2つぐらいしかないですよと。なのでできればカラー C のやつも表情セットとしてね7ぐらいまで出て、今までねちょっと足りなかった部分が他のね肌の色に比べて少ないんで、これ出た時って表情セットの5とこれ6ですね。で、できれば7も出てカラー C がもう少しね潤っても良かったかなって思いますけどね。まあやっとね立体化されたということでね、まあこちらをねやっていきたいと思います。で、まあいつも通りねこれでねパーツ切り離さなきゃいけないので、切り離してまずは表情パーツ自体を見ていこうと思います。で、組み付けに関しましては前回やったのとね同じ感じで、パッケージにねおりますルルチェのやつね、これにね合わせて組み付けていきたいと思いますんでね、まずはね切り離しやらなきゃいけないので、早速ですねパーツの方をザーッと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できましたと。こちらもですね、前回紹介しましたフェイスパーツ、そちらのねカラー B と同様に1種類しかねっていうか、このセットしか出てないっていうね、そんな中からこいつをねやっていきたいと思いますよと。で、やり方に関しましてはね、いつもと同じでこいつですね、このフェイスパーツにつけていきたいと思います。まず一つ目がねこちらですね、こんな感じの表情パーツ。これ正面目線っていうよりも若干右目線の下っぽいね、そんな感じの表情パーツになっております。で、こちらがこんな感じでつけていきまして、こちらがですねちょっとねムッとしてる感じっぽく見えるかな。で、そちらの正面目線ですよと。で、最後にこちらの表情パーツ、こちらがですねちょっと驚きみたいなね、そんな感じの正面目線となっております。なので正面目線に関しましては2つ、ちょっとね目線の向き的に右っぽい感じの3種類がね立体化されたという感じになっております。で、まあ眉毛の感じとかがね完全にルルチェなんでね、ルルチェ専用という感じだと思いますが、実際につけていこうかなと。で、その時に使うのは当然ながらルルチェと、こういう風に用意していきますよと。で、肌の色ですね、特にフェイスパーツ、ここの部分がですね初期と再販だとねちょっと色味が違うんですね。初期のやつねちょっと濃いめなんですよね。で、腕とかねこの辺とかと比較すると、こちらですね今回のやつ、この表情パーツの方はねやっぱり似てるっていうかね、同じような感じの色なんですけどね、こちらの元々のねフェイスパーツっていうのがちょっと濃いめなんでね、まあこう並べるとわかると思いますけど、こんな感じでねちょっとこっちの方がね濃いんですよね、色がね。これがね再販になってくるとねちょっと色味が変わってくるんでね、まあ今から入手するんであればそっちの方がいいと思いますよね。これがノーマルのやつです。で、ちなみにつけていきましょうかと。これをつけてあげまして、で、前髪をつけてあげましょう。はい、こんな感じですね、まあ困り顔的な感じ。まあこれ見ていただくとねわかると思いますけどね、瞳の大きさもね元々のねセッティングされてるやつに比べてちょっと小さめになってますね。で、次行きましょうかと。で、次のパーツがこちらとなっておりますよと。穴埋め用のパーツが抜けたんでね戻していきまして、で、これをつけてあげると、まあそうするとこんな感じね、困り顔というかね驚き顔みたいな感じの顔になったよと。まあこれもこれでいい感じですね。はい、こんな感じで、最後にラスト1個ですね、
こちらやっていきたいと思いますよと。付け方はね、全部共通なんでね、まあ問題はないと思います。はい。一応こんな感じになっておりましたと。もともとね、こちらとね、比較するとやっぱり、瞳がね、ちょっとね、小さめになってるんでね、まあこれだけでもね、印象が変わっていい感じだと思いますね。あと肌の色もですね、もともとのこの辺のね、色とね、なんとなく近くはなっておりますんでね、これに比べればまあいい感じかな。ただ再販だとね、もっといい感じになってると思いますんでね、まあこれからね、再販を入手する方がいいと思いますけど、以上こんな感じでね、表情パーツ、もともとのやつに比べて増やすことができたと。で、最近ですね、シアナ・アマルシアとかね、褐色肌のキャラクターがね、増えてきておりますんでね、これからまあカラーシーンの方もね、増えてくると思いますけどね、やはり表情パーツ的には、前回前々回でね、紹介したやつに比べて、カラー C がね、圧倒的に少ないと。今のところカラー A が3つ、カラー B が2つ、そして今回のカラー C1 つとなっておりますんでね、今後もね、多分表情パーツ増えてくれると思いますんでね、どしどしね、立体化してほしいと思いますね。で、その時にはとりあえずね、カラー C に関しましてはね、こちらね、眉毛パーツっていうかね、眉毛の部分がルーチンにね、対応したやつしかね、ありませんのでね、今のところね、シアナアマルシアのね、やつもあるんで、そっちに対応したやつがね、あとはまあ髪の毛のね、色に合わせたね、例えば黄色とかね、そういうような眉毛のね、パターンが出てくれてもいいと思いますね。まあ一応こんな感じでございましたと。で、前回前々回のね、時も言いましたけど、オプションヘアスタイルパーツ、オプションボディーパーツ、オプションレッグ&アームっていうね、そんな感じで、表情パーツ以外はね、オプションパーツでね、組むことができるんですけど、どうしてもですね、表情パーツっていうのはキャラクターからね、持ってこなきゃいけないので、そのキャラクターのね、表情パーツ以外で全部余剰品みたいな感じでね、余ってしまうので、こんな感じでね、フェイスパーツ単体で出てくれるのはありがたいと。ただ、まあ、右だったり左だったりでね、表情がね、いろいろあるのはいいですけど、やっぱりね、ノーマルの正面目線っていうかね、そんな感じのものが欲しいので、今のですね、ルーチェとかね、ティアーシャ、ディシェッタとかね、そちらについてきているノーマルの表情パーツですね。これがですね、セットになったやつ。プラス追加でね、カラー C、あとはカラー B もね、まだちょっと少ないんでね、それがね、一緒にドンとね、また第3弾的な感じでね、出てくれればね、もっといいと思いますんでね、今後もですね、表情パーツはね、いろいろ展開していただきたいと思いますね。はい。ということで今回ですね、30 Meets Sisters オプションフェイスパーツ表情セット6カラー C、 こちらですね、紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回はね、先ほども言った通り、最近ね、カラー C のキャラクターが増えてきたということで、カラーシーンの中でのね、一番新しいやつ、そちらがね、立体化されたということで、次回からね、そちらをやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。